鈴原のぞみの明日はなーしちょっと。こんばんは、声優の鈴原のぞみです。鈴原のぞみの明日はなーしちょっと、今週も始まりました。ということで第69回の放送なんですが、今日は何の日か知ってますか？そうですね、そうなんです、そうなんです。11月1日は私鈴原のぞみのお誕生日でございます。なかなかこんなね、自分の誕生日自分で盛り上げてる人もいませんよ。いや嬉しいですね。今日11月1日で22歳になりまして、もうそんなに22歳。いやなんか不思議な気持ちですよね。こうこのお仕事を始めた時はまだ10代だったんですけど、もうね22歳ということで、にゃんにゃんのゾロ目でございますね。いやー、少しは成長できているんでしょうかと少し不安になる部分もありますが、いやでも嬉しいですね。こうしてみんなとね、やっぱお誕生日を迎えられるっていうのが嬉しいでございますよ。いやバースデーイベントもねやってるんですかね。ちょっと頑張ってる私、テンションが高いです今日はね。もう嬉しいですよ誕生日。いやみんなもね、いつもねお誕生日去年もね、みんなと一緒にお祝いできたんだけど、その時もたくさんのメッセージとかいただけて本当に嬉しくて、ちょっとね今年ももしかしたらみんなメッセージとかくれるのかしらと思ったら、もうワクワクが止まりませんね。ちょっと今の私はもう、そう幸せをね存分に感じているのではないかなと思います。いやバースデーイベント頑張ってるか、いやみんなも行ってるかな。いやいいですね。ということで22歳の抱負とか、あれまあ後で話すか。お便りとかもねありますしね、ちょっとまた後ほどお話ししようかなと思うんですけど、まあひとまずおめでとうということで、みんなちょっとハッシュタグのしちょっとおめでとうで埋めてください。ありがとうありがとうありがとうということで、早速やっていこうかな。ではそろそろ参りましょう。鈴原のぞみの明日はなーしちょっと、今夜もスタートです。はなしちゃった。改めましてこんばんは、鈴原のぞみです。ということで近況お話ししていこうかな。やっぱね誕生日当日なんでね、楽しい話をしようじゃないかって思ったんですけど、ちょっと最近ね街を歩いてるとすごく寂しくなるんですよねっていう話をね、やっぱ一番したいなって、やっぱ自分の心のね思うままに話すのが一番大事だと思うから、ちょっと誕生日当日なんだけど、まあ許してください。いやそうなの、最近なんか街を歩いてるとなんかすごく一人、私一人だなって思うんだよね。なんかやっぱりさ家族連れの方とかが多いわけですよ。そう、そういうのを見てると、私は果たして今ここを一人で歩いていていいのだろうか、もっとなんか楽しいワクワクすることをした方がいいのではないかと思いまして、ちょっとねいろんなところに行ってみようみたいな感じで、こうお店を眺めてみたりだとか、ウィンドウショッピングをしてみたりだとか、ちょっとご飯屋さん見たり本屋さん見たりしてみるんですけど、やっぱねなんか普通にただ歩くだけで帰ってきちゃうんですね。そう、それがちょっともったいないのかなっていう風に最近感じまして、なんかしたいなと、やっぱ趣味を見つけたいなみたいな思いまして、そう、私先週も話した通り漫画読んだりするのがね趣味なんですよ。漫画読んだり絵描いたりするのがすごく好きでよくやってるんですけど、それってやっぱインドアじゃないですか。あんまりアウトドアの趣味がないなっていうことに気づきまして、ちょっとね外に
出てみたいなと思ったんですね。そう、それで何の趣味がいいかっていうのを考えていたんですけど、そう、先ほどね、あのスタッフの皆さんともお話しした時に、何なら一人でも楽しめるんだろうねっていう、まあ なぜか一人前提なんですけど話したんですね。そう、そしたら、あのバッティングセンターとかいいんじゃないって話になって、あ、確かにと思って、よく漫画とかで出てくるじゃないですか、それこそバッティングセンターの描写、あれいいですよね、エモい。語彙力がないね、語彙力をつけたいですけど、バッティングセンターの描写はやっぱ泣ける作品いっぱいありますから、それこそ忘却バッテリーとかでもバッティングセンターの描写がいいと、私あそこのシーン一番好きレベルで好きなんで、バッティングセンターいいよねって。あとちょっとゴルフも気になる、ゴルフね、なかなかでも一人では行かないかっていうことになって、こう打つのだけとかならねあるけど、あと私あのバスケもやっぱできるようになりたいなみたいな、フリースロー一生入んなくて、あの体育の時間に昔ね、あのフリースローを入れるまで終われない授業だったんですね。そう、それであの人なんていうんですか、グループがそれぞれあのこうバスケットゴールの下にこうそれぞれ6人ずつぐらいこうまとまって、そして1グループずつ、こうバスケットゴールが結構いろんな箇所にあったから、それぞれのグループずつ1人ずつこう入れていくみたいなのがあったんですけど、そこであの1人ずつ入れていって、で入れられた人は座るっていうシステムだったんですけど、1人だけ一生立ってフリースローさせられて、もう全然入んないから授業終わんなくて、周りの目がどんどん怖くなっていくっていう経験をしたので、フリースロー入れられたらいいなって思ったんですけど、でもそれもちょっと寂しいじゃない、一人でやるのは。で気づいたんですよね、あのこの世はあまり一人に適してないのではないかっていうことに気づいてしまいまして、なんか一人でできて楽しくて外で遊べてって意外と難しいなっていうことに気づいて、なんかありますかね、いいの、ちょっと皆さん教えてほしいんですけど。そう、それでちょっと難しいかっていうことになって、でもスポーツとかねしてみたいんだよな。でもやっぱりさ、こういくらさ、こうバッティングが上手くなったとて、野球をしたいとなったら人を集めないといけないじゃないですか。もうその時点で私は詰んでしまうんですね。そんなのは悲しいと。できるようになった先がやっぱ欲しいじゃないですか。じゃあ違うかってなって、そうすると何なんだろう。でもあのパンとか作りたいですね、私。パン教室とか一応外ですよね、パン教室。お料理教室とかどうですか、外ですよね、一応。どうなんですかね、私に続くとは思えません結局家で漫画をね一人で読むのが一番なんだよな。やっぱり自分に抗わずに生きていくのがいいんじゃないかなって、やっぱね今年始まったばかりですけれども、いや今年は終わるんですけど私の今年は始まったばかりなんですけど、そういう風に思いましたね。やっぱ自分の心の思うままに生きるのが一番いいということで、私はこれからも一人で頑張っていきたいと思います悲しい宣言をして終わってしまったまあね、あのお友達と行けるところはお友達とね行けるようにちょっと頑張っていきたいなと思いますんで、これからも鈴原の応援よろしくお願いいたします。はい、ということでこの後は皆さんから届いたメールをご紹介していきます。鈴原のぞみの明日は何しちゃった。ではメッセージをご紹介していきましょう。まずはのんのんネームリセットさんからいただきました、ありがとうございます。のんちゃんのんばんは。のんばんは。この第69回が放送されている11月1日はのんちゃん22歳のお誕生日ですね。のんちゃん22歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。去年第18回放送の時は21歳の目標で自分に素直になること、そして気負いすぎないことと掲げていたことを覚えています。私はのんちゃんがこれら2つの目標を十分に達成できていると感じられる1年だったと思っています。
素直に感じた気持ちをまっすぐに伝えてくれるところ、気負いしすぎないでポジティブな考えも徐々に増えてきている感じ、自己肯定感を上げていこうとしてくれる姿からそう強く思いました。22歳ものんちゃんのやりやすいペースを保ちつつ、いろいろなことに挑戦されるお姿を見られること、とても楽しみにしていますね。あとは大きな目標として新しくお友達を作るとも意気込んでいましたね。いましたね。1年経ってこちらの進捗はいかがなほどでしょうか。ぜひ知りたいです。改めてお誕生日おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。そうね、去年は自分に素直になることと気負いすぎないことと掲げていたと、もうあまり記憶がなかった。そうなんだ、去年の私。いやでも結構できてるんじゃない、できてるんじゃないかって言い方はちょっと違うかもしれませんが、でもやっぱりこう素を出すみたいな、こう自分らしくお話しするみたいなのはだいぶなんかね、リラックスできるようになってきたかなというふうには思いますね。どうなのかな、私はそう思いました。なんだろうな、でも新しくお友達を作るは微妙な判定にはなりますが、2人作れたんじゃないでしょうか。すごい呆然とされてる。いや、あれおかしいな。でもあの天音さん、シンダー天音さんと、あとココナちゃん、野中ココナちゃんとあのお友達に なりたいですみたいなお話をして、まあ、オッケーっていう感じ感じだったように思えたので、2人作れたのではないでしょうかと思いたいですね。いいんじゃないでしょうか、頑張ったんじゃないでしょうか、今年の私。いいんじゃないですか。そうですね、でもなんだろうな、22歳はどういう風になっていきたいかな。ここでじゃあ22歳の抱負でも掲げますか。そうですね、22歳の目標は身長を伸ばすですね。やっぱりその物理的に身長を伸ばすことはもしかしたら難しいかもしれないんですが、でもあのあれですね、背筋を伸ばすみたいな意味で、やっぱり私は緊張するとこう丸くなるがちというか、あのちょっと悲しいことがあるとすぐ体育座りで落ち込むので、あの体育座りでぬいぐるみを抱えて落ち込む癖があるので、そういう時にやっぱ背筋が丸まってるなと思ったりとか、あとはやっぱ街を歩いてる時にこうちょっと考え事をしていたりすると若干下を向いてしまうんですね。こうあんまり上を見ながら考え事をするタイプではないので、ちょっとそういう時にこう肩回して背筋伸ばしてっていうのができたらかっこいい大人に少し近づくのではないかなというふうに思いますね。やっぱり今年はかっこいい鈴原みたいな部分も見せていけたらいいなっていうふうに思っていまして、やっぱり普段あまりかっこいいお姿を見せられていない気がするので、ちょっとここぞという時に決めるとか、そうちょっとかっこいい表情みたいなのとか、かっこいいパフォーマンスとかも意識できたらなと思いますね。あとはあのトーク力をつけるっていうのもやりたいですね。いやでもそんなこと言ったら話しづらくなってしまいますかねまあ自由にね、喋りながらお話上手になりたいなって思いますね。語彙力欲しいな。頑張っていきます。ありがとうございます。友達は何人増やす。そうですね、でも今年はやっぱり自分に集中今年はちょっと自分に集中していこうかな。友達はね、その家庭で増やすものですから、その増やそうと思って増やすとなんか謎の意気込みみたいなのが発生してしまって、自然ではなくなってしまうと今年感じましたから、ちょっと来年は自然に友達を増やす、これで今年とどっちが増えたかを考えて、さらに次の年の目標を立てたいと思います。今年はこう自分に一本集中でいきたいと思います。そうですね、身長を伸ばしたり身長を伸ばしたり、あとはあれですね、トーク力をつけたり、あとパフォーマンスね、
パフォーマンスをかっこよくできるようになりたいな。スキルアップ、スキルアップを、目に見えたスキルアップ頑張っていきたいと思います。いやきっとね、素敵な鈴原にもともとなっていけると思いますので、皆さんこれからもよかったら応援してくれたら嬉しいです。ありがとうございます。お便りありがとね。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。鈴原のぞみの明日はナースショット。さて、ここからはこんな特別企画をお届けします。誕生日プレゼントをゲットせよ、クイズ22。あ、すごい新作すごいキラキラした BGM がかかっておりますが、今日11月1日に22歳の誕生日を迎えた私、鈴原のぞみに番組スタッフさんがプレゼントを用意してくれたそうなんですが、去年同様普通にはくれないみたいなんです。でもね、普通にくれてもいいのにね。はい、ということで今回の誕生日企画クイズ22のルール説明をしたいと思います。まず私の目の前には10個のクイズが用意されております。クイズには1から10まで番号が振ってありまして、クイズに正解したら書かれた番号がポイントになります。なるほどね。ちなみに数字が上がるごとにクイズの難易度も高くなっていくみたいです。なるほど、1がすごい簡単で10がめちゃめちゃ難しいけどポイントが高いってことですね。で、私がクイズを選んで5答以内に22ポイントを獲得できたらプレゼントゲットということで、22歳にちなんで22ポイントということですね。で、今回5答ということで、この算数も大事になってきます。こう22にちゃんと合わせないといけないというね、ぴったりじゃなくてもいいらしいんですけど、でも足りなかったらダメということで、ちょしっかりと計算しながらやっていきたいと思いますね。いやー、誕生日ないかなーとワク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 と、こう踊りつきでね、今ワクワクしてスタッフさんに圧を若干かけております。はい、ということで早速誕生日プレゼントゲットを目指して挑�戦していきましょう。まずは1問目、はい、お願いします。あ、選ぶのか、すごい勝手に任せようとしていましたね。どうしようかな。でもやっぱり初めは真ん中の難易度が知りたいということで5からいきたいと思います。どんなのかね、いきます。今年番組の中で一番話題にしていた食べ物は何？というのが5番のクイズですね。意外と難しくないですか？まあ、あれだろうなというのはありますけど、合ってるかな？それではもう早速答えていいですか？それではいきます。鈴原の回答は豆腐。やったー、さすがにね、ちょっとめちゃめちゃ喋りましたもんね、豆腐の話多かったなと自分でも自覚がありますね。続いて2問目いこうかな。5点だから、でもあんま低いの言ってもしゃあないですよね。8とかいきたいな、難易度の感じを見たい。それ8いきたいと思います。8のお題は、伊達さゆりさんへ誕生日おめでとうメッセージを送った時のラジオネームは何？これは結構最近だから分かりますよ。いきますよ。匿名 S。 よし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 、あー、これはね分かりますよ。いや、さゆね、喜んでくれてて嬉しかったな。いや、8、今何点だ、8と5だから13ですね。ありがとうございます。私が計算ミスをしないように計算してくださっている。13ということは、お、結構余裕じゃないですか。ここらでちょっと低めのところも見ておきたいですね。どのぐらい難易度が低いってどの程度のものなのか。1番言っていいですか。1番ってなんだろうね。はい、行きます。待って、のんちゃんの誕生日11月は英語で何という？ちょっと難しいよ。え、待って、合ってるよね。合ってると思いたいです。いきますよ。
いきますよ。ノベンバー。はあ、怖い怖い。たまに不安になりません？あの7月8月あたり難しくないですか？6、7、8とかごっちゃになるんですよね。はあ、正解正解。ということで今14点で、であと2問答えられると。何でもいいんですよね。どうしようかな。14でしょ。まあ次は失敗してもいいですよね。どうせ10答えりゃいいんだからな。10答えられるやつですか？10難しいですか？ちょっと一回行ってみるか。行きます。のんちゃんと同じ11月1日生まれのタレントさんは次のうちどなたでしょう。1芸人のゆりやんレトリーバーさん、2モノマネ芸人の原口あきまささん、3歌手の愛さん。ハローキティちゃんと同じというのは知っているんですけどね。難しいな。でも誰でもありえそうですよね。そりゃ誕生日ですもんね、愛さんだから。これはこの愛さんなんじゃないかっていう気がしちゃいますね。それでは回答したいと思います。私の回答は3番の歌手の愛さん。うわー、よかった、10番言っといて。ひー、いや、あ、ユリアンレトリーバーさん、愛さんは11月2日、原口さんは11月3日生まれということで、正解はユリアンレトリーバーさんでした。確かに11月1日っぽい気がしましてしまして、そうですよね。やっぱ11月1日生まれ、オーラを感じてました。惜しかったな。じゃあ最後ですか。今14点。え、9しかいけませんか。本当ですね、気づけませんでした。なんでさっき私は1に行ったんでしょうか。はい、それじゃあ9番いきますね。9番のクイズは、先日番組で紹介した目玉焼きにかける調味料ランキングで1位だった調味料は。ということで私は塩コショウ派、皆さんはケチャップケチャップ醤油ソース。はい、回答します。私の回答はですね、1位だった調味料は多分醤油。よかった、醤油なんだよ。何でも何でもみんな醤油が好きなんだ。ちょっと余ったのまた後でやりたいですね。ありがとうございます。ということで合計22ポイント以上獲得できたということで、チャレンジクリア、プレゼントゲットです。ということで、どんなプレゼントなんでしょうか。はい、すごいプレゼント。いいですか、読みますね。1888年創業、福井県にあるお店の人気ごま豆腐セット。このごま豆腐を食べるためにわざわざ福井に行く方もいるということで、すごい、めちゃめちゃ大きなごま豆腐セットをいただきました。ありがとうございます。これ何が書いてある。春は花、夏ホトトギス、秋は月って書いてありますね。帰って食べます。ありがとうございます、嬉しい。すごいね、わざわざ福井まで行く方もいるぐらい美味しいごま豆腐をいただきました。ありがとうございます。やったー、これでしばらくはお豆腐に困りませんね。ありがとうございます。いやー、ということで無事プレゼントをゲットすることができました。ありがとうございます。いや、先10問目見といて本当に良かったですね。これプレゼントもらえないなんてことあるんですか。首を若干かしげておられる。いやでもね、正解できたからね、無事もらえたということで嬉しいでございます。
皆さんもねきっと応援してくださってたと思います。本当にありがとうございます。みんなのおかげで無事ゲットできました。いやみんなのおかげで無事プレゼントがゲットできました。本当にありがとうございました。以上お誕生日特別企画クイズ22でした。鈴原のぞみの明日は何しちょっと、まもなくお別れのお時間です。番組では皆さんからの質問や番組の感想、コーナーへのメールを募集しています。コーナーの詳細は番組 X をご確認ください。さらに毎週土曜25時からは A&G にてリピート放送があります。また翌週月曜18時には文化放送 A&G のニコニコチャンネルで番組のアーカイブと会員限定のおまけトークが配信されます。ぜひチャンネルに入会の上お楽しみくださいね。そして私鈴原のぞみからのお知らせです。11月19日火曜日から11月21日木曜日に草月ホールで行われる朗読劇猫探に猫町海域探仮面遊戯殺猫事件に出演させていただきます。日程により出演者が異なりますので詳しくは猫探公式 X をご確認ください。そして私のいとこであるヨウサギクロネちゃんが YouTube で配信活動頑張っております。ぜひチェックしていただけると嬉しいです。そして私が桜小路きなこ役として出演しているラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。この番組へのすべてのメールの宛先は non@joqr.net non@joqr.net まで。はい、ということで今日はねお誕生日会ということでプレゼントもいただいてとっても楽しい時間でした。ありがとうございます。今日はせっかく私の誕生日なのでちょっとみんなにね今日はこれを食べてほしいなっていうものを発表したいと思います。豆腐と悩んだんだけどでもやっぱり私の初期からの大好物ということでポテトですね。みんなポテトを、ポテトはねやっぱずっと夜遅くまでやっているマクドナルドさんという店舗もありますんで買いやすいのではないかなと思います。ポテトが苦手だよという方はまあ豆腐もしくはアイスですかね。うん、それも苦手だよっていう方は水を飲んでください。お願いします。ってことでみんなのポテトのお写真ね楽しみに待ってます。もし持ってる方いたらねのんのアクスタとともにねハッシュタグのおしちょとでね載せてくださると嬉しいです。よろしくね。いやー本当にお祝いしていただいてありがとうございました。いや本当にみんながねいてくれるから私はこうして今日もね楽しくノーシチョットでお話しすることができております。なんかみんなからいただいたたくさんの愛をねもっと倍にしてお返しできるようにこれからもねみんなにこうふふって笑っちゃうようなねこう時間とかこういろんなお写真あげたりねこうみんなへの愛を私も届けられたらなと思いますのでこれからもぜひ鈴原のぞみのことを応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで鈴原のぞみの明日は何しちょっとまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は鈴原のぞみでした。みんないつもありがとう。大好き。バイバーイ。